AV 男優じゃん、もう。今の撮影でしょ、全然。そうですね。朝早いんだ、AV 男優って。あ、そうなんだ。これだ、もうすっごいなぁ。バカザオファンももうね、いや、もう喜んでるだろうね。喜んでるだろ、おい。男性どもが、おい、どうなってんだよ。男性どもが、おい、どうなってんだよ。ありがとう、いいツッコミいただきました、朝から。いいツッコミ。ありがとうございます。すいません。勝つぞ、勝つぞ、今日は。いやー、頑張るぞ、本当に。今日は、ちょっと、すごい、これが。撮影現場です。今日は。はい。ちょっと練習だけしていただきましょう。一回じゃあ練習してもらっていいですか。どういう感じでこう、撮影に臨むのかっていう。あ、すごい。あ、すごい、すごい、すごい。あー、親悲しむ。親悲しむ。いや、やめとけ。何を打ち出してるの。これ、パチスロ系の YouTube ですね。パチスロ系の YouTube。そうですね。はい、というところで、はい、2万発出るまで東京に帰れません。はい、名古屋、覚悟パチンコ。はい。3日目となっておりますけれども。3日目ですね、はい。今日で最後にしよう。いや、これこのドア叩きたくないもん、俺。毎日同じことしてるんだから、俺も毎回どうしようかな、思って。今、ちょっと、ま、早すぎたな、来るの。来るの早すぎたな。まあ、やろう。今日は。今日は勝とうか。さすがに今日帰らないと、さすがにまずいので。確かに。本気は起きたけど。本気の予定があるからね。ずらしての今日なんで。うん。まあ、今日は帰ろう。じゃあ今日、勝つ最後の正常枝君賞もらっていいですかね。ええ。あ、すごいすごい。おっ。うおー、すごいすごい。おお、すごい正常位。え、動かないの入れた後知らんけど。待って、ね、じゃあ準備していきましょう。ちょっと待って、ちょっと忘れてた。今日も俺の髪型やめて。今日もうすごいじゃん、今日。何寝起きのルイージじゃん、ごめんなさい。ごめんなさい、ルイージ。寝起きのルイージ。AV ネットで寝起きのルイージでやってるの。ハウスピース、よろしくお願いします。じゃあ、また。いや、だからお前の携帯。これ、いつ組やねん。見たな、昨日もこれ。昨日も見た。なんだよ、これ。帰ろうよ。染まるー。やめよう。普通にうるさいから。さあ、というところで、今日何やつ、今日俺が打ちたい台は、リゼロ2。俺が打ちたい台は、エンエン。まあ、どっちでも、まあ、ぶっちゃけどっちでもいい。俺もリゼロ2か、エンエンだと思ってた。はいはいはい、はい。だから、ぶっちゃけどっちでもいいとどっちでもいい。正直。リゼロ2行く？リゼロ2行こう、一回。オッケー。3000発がないと、やっぱね、そうなかなかちょっと、怖いっていうところがあるからね。リゼロ2、おお、結構大されてんな。開いてそうですが、開いてるか。見ないけど、一応開いてる。あ、開いてますね。じゃあ、こういくか。じゃあ、こういきますか。オッケー。じゃあ、リゼロ2行かせていただきます、今日は。早速じゃあリゼロ2一枚目いきたいと思います。行ってきます。撮影協力いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、土壇場でやらせてもらってますからね。そうですね、はい。急遽お願いしてそう、撮れないかみたいなところでね、はい、撮らせていただくことになりましたってところでやっていきましょう。やっていこう。もう俺先バレになったら死ぬもの言わずに俺ボタン押しに行くから。うわ、すげえ。今日はもう必ず午前中で決める。絶対に。いいね。絶対に帰るから今日に関しては。いや、帰ろう。うん、簡単にスペックの方だけ説明させていただきたいと思います。 349.9 分の1、ラッシュ突入率が 55%、 継続率が約 77% で、右打ちが 99.9 分の1を引くっていうゲーム戦になっております。まあ先まで来た時点で 40% の確率で、当たるみたいな感じなのかな。あとまあそれ以上はもう特に必要ないのかなと思うので、はいはい、とりあえず当ててこうという。いや、にしてもちょっとまあ名古屋3日目だけど本当に俺らは覚悟がないね。というかもうこの覚悟パチンコで何のためにやってるの。誰のためにやってるの、マジで。誰得ですよね。はい、本当にそう。分かんなくなってきちゃったもう。自分たちで自分たちを苦しめてさ。うん、まあ確かにね。まあでもね、スタートしちゃった以上はまあ達成しないとマジで。一番良くない思想だけどね。その切り替えるっていうことができないっていう。いやいやいや、まあにしてもちょっと2万発俺ら出せないな。いやー、ほんと出せなかったね。昨日ちょっと惜しかったけどね。ね、ちょっと見えてはいてよね。うん、いけるかなと思ったけどね、昨日はちょっと。やっぱ狙いに行くとやっぱね、取れないもんなんだね。ね、2万発って意外と簡単に聞こえない？
どうですか、どうなんだろう、どうなんだろう、2万発簡単なのかな。いや、1人で2万発じゃなくて2人で2万発だから、あ、まあそっか、まあまあいけるでしょって思っちゃうけどね、はいはいはい、しかもさだまじゃなくて持ち玉だから、確かにそう、余裕だろうと、さあ余裕だね、思う人多そうだけどな、どうなんだろう。赤田さん目標は、じゃあ今日は、今日5万発すごいまあでもそれぐらい勝たないと、うん、全てのルフィを回収できなくなっちゃってかなりもうね、ホテルがマジなんでこんな埋まってんのってぐらいホテルさ、ね、取れないじゃん、相当埋まってよね、相当埋まって、もうほんと1部屋2部屋しか空いてないみたいな、うん、でキャンセル待ちで昨日もたまたま同じホテル泊まれてみたいな、うん、みんな同じ覚悟パチンコやってんのかな、やっぱやりすぎだ、いやすごいだろ名古屋のやつらやっぱそれでみんな埋まってんだろうね、多分ね、覚悟ありすぎだろすごい、みんなじゃあね頑張ってることだ、みんな、まあ、いや頑張ってはいる、みんなそう覚悟やってるか分かんないけど、頑張って出していきましょう今日もね、いやいや勝ちましょう、はい、皆さん名古屋にいる皆さん一緒に勝ちましょう、はい、ナイス、はい震えた、ナイス、はい震えた今もうメモしてたら震えましたもううざくなってもいいでしょ、だって3日いるんだもん俺これそりゃこうなるよ俺だってこの動画初めて見た人は2日目1日目見てください、しかもゼロ先読み入ってるんで、もう問題ないですね、まあ、震えたんだよね、震えたから、震えたし問題ないし、もう問題ないから、問題ない問題ないリーチを今からお見せします、あ、いいね、はい、ってところで朝一14回転目ですね、早くない、ちょっと早すぎませんか、いやナイスマジで素晴らしすぎる、さあ赤穂流、いやーナッパ、なんかなんだろう、ナッパドラゴンボールリゼロいいのかもしんない、やっぱでもね、俺の良くないところはこのリゼロポンポン初当たり取れるんだけど3、4球ながらね、はい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 、やっぱラッシュ入れれないっていう、あーそうだったね、ずっとラッシュ入れてないんじゃないかな俺も、あー最近ずっと平塚の時もなんかずっと単発で終わっちゃったもんね、そうなんですよ、ね、本当に、まあちょっとそこ目指して頑張っていきたいと、OK 入れれるよ全然、一応保険で当てといて赤田さんも、もちろんもちろん、うんうん、さあというところで朝一14回転目初当たり、よいしょ、投資がですね、まあ1500円使っちゃったんですけど、まあほぼ1000円です、はい、よしちょっと1回集中します、今日は本当にふざけない、あマジでもう朝一段とんでもないオープニングでね、赤田さんのふざけ、はい、あ、まあまあ、そこでもう動画としてはふざけギュッてしてるからそうなんだ、ここから真面目パートナーやらせていただく、真面目パートナーさあここから1玉通して 55% だよね、そうもちろん OK いけ、このままプチュンでもいいんだよ、このままプチュンでもいいんだよ、このままプチュンでもいいんだい、うん、だもうこれチャンスアップ狙わない、あえて狙わない方法でいく、はい、狙わない方法ってあるんだ、うん、だってほぼ来ないんだもん、だってこれ、まあそうだね、うん、だったら期待しない方がいいよ、狙っちゃってる、そういうことなんだよねそういうことなんだ、もうちょっとごめん赤澤決めるわ決めるもうこのラッシュで決めます、本当に赤澤のあの AV 男優のおかげだよ、うん、本当に、はい、うん、ナイスナイス、ふざけないで済むからね、さあエミリア 81% この時点でありますから、絶対にいける、よっしゃ、もちろん落とすよ、うん、行こう、もちろん落とす、だって3日名古屋にいるんだもん、本気で俺は東京に、いや、え、単発からの卒業じゃないの、え、待って赤って何パー、81度がエミリアの、嘘でしょ、確か嘘だろ、81% ぐらいあるよね、 81.9、 え、いや大丈夫大丈夫、いやそんな外れることあんまないけど、これ ぶっ壊れてたんじゃないの、これ落ちる、いやいやぶっ壊れてた、いやマジでマジで、え？いや、さすがに蝶々入るんじゃない？さすがに。ちょっとマジでやばいんだけど、これ。赤外さないだろ普通。え？ご案内しろ。ああ、久しぶりに見れるな。ご案内しろ。ご案内しろ、ご案内。ご案内。左にご案内。いや、マジかよ。やっぱ調子乗りすぎた。ああ、まあでも確かにそうだよ。うわ、やばい。これ一番気持ち落ちるやつ、これ朝一の。でもいらないこと言ってたかもしれない、うん、いらないこと言いすぎた、いらないとか、うん、そなんか調子乗りすぎてうざいやつを演じようとしちゃってる自分とかいろいろ考えたらえごめんなさいもういやーマジか、うわーもうマジで調子に乗るのやめる、もう俺本当に普通のシュンタでいきます、いいんだよ別に普通のシュンタで、普通のシュンタでいく、普通のよくないわ、あなんかなんか普通のシュンタでは何が変わんの、そのまあ正直あんま変わんない変わんないんじゃん変わんないんじゃん、じゃあじゃあいいよ別に普通のシュンタなんだろ今もい
はい、そういうこと。何何何どっち？はい、そういうことでございます皆様、お待たせしました、リゼロの神。あ、神だ、はい、自分でやってた。やばいやばい、またうざいやつ演じようとしちゃってる。さあ、というところでこの辺どうでございます。オッケー。はい、というところで、一応私先場になりまして押しました。どっちだと思う？一応現状赤堀だね。やっぱかっこいい顔してたから俺震えたと思ってる、うん、かっこいい顔してたんだ、うん、俺決めた時なんかやってやった世感あったから。あ、なるほどね。うわっていう姿一瞬も見せなかった。あ、じゃあそれをじゃあ、正解を見ていきましょうか。いや、うぜえ。言えや。みんな気になってんだから言えや。でも言っちゃうとさ、ほら、まあまあね、みんなね、うん、すぐ押すなとかいうさ、コメントも来そうだからね。まあまあね、うん、まあまあ、震えてたら俺を選び行くと思いますけど。あら、行きませんね。強欲 SP、 強欲 SP だ、うん、まあでも強欲 SP も 70% 超えだからそもそもは、まあね、うん、じゃあもうどうなんでしょう今のところ。じゃあ先バレもなって 70% 超えも絡んでる赤堀流もあります。どうしたと思う？当たるでしょ。だから俺は当たるって言ってたよ。でもだからその、まあ、なんか全然曇った顔しなかった。ああ、なるほどね。一回も、うん、よしみたいな、うん、やってやったぜ。おお、さあ6点敗ガフィル。でもさっき俺赤ちゃんサッパー外してる男ですよ。あるでしょ。いやいやいや、まあまあまあ、いやいや、うぜえ。それなんかさ、多分当たってるからの余裕がある。その震えたからの余裕で多分発言してるのよ今の。だから、あ、なるほどね。あ、なるほど。全然当たってるけど。なるほどね。もうなんだ、ギャップ楽しむタイプだから。誰からの、さあ押していく。どうせほら行っちゃうんだろそうやって。いやー、これで外れか。マジきついわ。いやいや、震えてるだろ。絶対震えてるわこれ。わかりませんよまだ。ね、まあまあ当たってもおかしくない。ああ、チャンスアップ入ってますからね。まあ問題ないでしょう。はい、というところ。さあ34回転目 OK。 早くない？ねえねえ、震えてた？震えてた。ほら震えてたんじゃん。349、本日も2回引いてます。朝1おかしいんだよ本当にな。やっぱここはね、ポンポン引けんのよ俺。そう、なぜか。いや、そうだよね。うん、いつもそうなんだよ、うん、だけどこの後の 55% が本当に取れなくて。いや、いける。というところで、まあ、持ち玉内で34回転、とりあえず初当たり。いや、素晴らしい。いや、ありがとう。いい、うん、今日絶対これで決めるから、うん、終わらせよ。さあ、というところで初あったリト。正直もう終わらせてもいい本当に。いや、終わらせ終わらせ。これ絶対入れるから。いや、あ、震えてません。絶対震えてない。絶対震えてないです。はい、やばい、一回集中しよう。これどうでもいいからもう。オーケーオーケーオーケー。これもうどうでもいいんだ。オーケーオーケー。よし、マジで入れに行く。オーケー。まあ一旦集中しますね。オーケー、集中していい。よし、普通のこの 55% 本当に入れる。頼む。いや、マジで入れるから。これもうボケなし、ふざけなし、本気でやってる。いける。もう何の煽りもしないし、普通にやる。いきます、集中。さあ、チャンスアップ欲しい。素直に言う、チャンスアップ欲しい。オッケー、いい、素直になった、うん、素直に言います。いい、オッケーオッケー。当たり前に金が欲しいよ。当たり前に金。赤いってるぞ、おい。マジで、あるあるある。いやいや、驚いてやったの。もうこれはいったわ。いった、うん、赤いルミ、熱い、うんうん、もうさっき白だったもんね。白いルミだったもん、うん、あ、これはいった。うわ、デラポリス。あ、本当はもっと大きな声で叫びたいけど、ちょっと周りに気遣いながらこのボタンを落としていく。さあ、というところで2回目の初当たりラッシュ獲得。いや、マジであるぞ。オーケーオーケー。で、ちなみに今先割り中だもんね、赤田さんもね。俺も先割り中。オッケーオッケー。じゃあ保険で当ててもらって。オッケーオッケーオッケー。よし、これありますよマジで。今日帰れるぞマジで、午前中で帰れる。よし。うわ、素晴らしい。なーって、また俺これだけで2万発いきます。もう今日これ鳴らして、これだけでいきます本当に。言ってほしいけど、ワンチャンじゃない？ワンチャンあるかもしれない。俺ちょっと遅れはたかもしれない、ボタン押すの。全然遅れてはなかった。遅れてはなかった。さあ、というところで上乗せがきますね、はい。いや、ちょっとこれ気持ちいいわ。いや、ナイスナイスナイス。これボタンを押す、タイトル中にボタンを押すと 50% で告知してくれるってことだよね。そうですね、だよね。だから外れ、当たってたとしても 50% でならないこともあるんだよね。そう、ならないこともある。いやー、やっちゃってもこのまま25は取り続けて、マジで。いや、マジでいきます。私はまあガビール強欲 SP なんで一応高いですけど、それ以上に何か来てるイメージはない。どうなんですかね、強欲 SP のこれはデフォどうなる。まあそうか。さあ、いきます、ボタン押します。うん、告知はなし。さすがにね、さすがに 25%2 回は難しいか。さあ、10% 入ってる。いいよ、リンクしてる。うわ、まずは1回、何でもいい。 50% 来てる。さすがに落とせ。オッケー、ナイス。
ナイスですね。あー来たー全裸監督。オッケーオッケー。俺やっぱねラッシュ本当に苦手だったからちょっと調子に乗れる気がする。うわやったかこれ。下手くそかなマジで。もうこのラッシュ本当に下手くそだぞというところの2連6000発いやまあ朝一の出だしとしては上々なんだが上々すぎるけど、で持ち玉も初当たり含め最初の初当たり含めて6500発あります。はいはいはい。あと13500発、うん、はい、ということで私、2枚目行かせていただきたいと思います。よいしょよいしょよいしょ。大丈夫大丈夫大丈夫、すぐ帰る。今日は2枚で終わらせよう。神引きの男と言わせてください皆様。いやこいつ、どちらかどうか分かりませんけれども逆に逆にそれはそれでそれはそれでうぜえ結果ルートうざくなるなそうなんだよね、うん、まあいいでしょう。ラッシュ中うざくなれよってな、うん、それぐらい調子乗れよってなさあというところでこの変動になっておりますね。もちろん震えてますよね。分かりませんそれは。それは教えてくれないんだよな。それは分かんない。現在もちろん4800発いいね、うん、ちょっと待ってなんか弱くない。この変動ですね。始めよう。さあ現状240回転目。スバラタックだ。スバラタックはそのパターンだ。どっちだ。え震えたんだよな髪引きって言ってたからでもなんか先バレからのスバラタックってなんかなかったっけ。あれ大谷のお子とかありませんでした。あったはずってところで先バレ震えちゃってますってところなんで6点前240回転目持ち玉ないですね。で現状持ち玉4800発なんでこれで6500発になるということ。いやナイス。やべえこの男やべえ。やばいぞ。もう3回目の初当たり3、4、9をいいね。いやかなりいい。問題はここからなんですよ本当に。問題ここから。でもなんか単発ブレもしてないしね今のところ。今のところね、うんうん、さっきのが単発あったらちょっとね今日大丈夫かみたいなあったけど今日の俺は違う。行きます。行っちゃおうぜ。マジで決めに行くわ。絶対決める。プチュンで行け。プチュンでプチュンで OK 全然いいですよ。決めます。絶対に決める。絶対にラッシュ出るから俺は。 OK 大丈夫大丈夫。初めてのデフォルト。イルミが紫とか、うん、大丈夫大丈夫。でも基本デフォルトだからね、まあ、これね。ここはまでは普通、うん、このままレインボーとかない、うん、さっきとさっきがもうやりすぎやれすぎたまであるからね。さあ落とせ。ここ全然行くからここなのよ。気持ちぶち込め。思いっきり気持ち込めてます今。落とせ落とせ落とせ。どうだ。おっせい。ナイス。気持ちこもってるマジで。ナイスナイス。気持ちこもってるわマジで。いや今のギリギリだったの分かる、うん、マジで気持ちよかった。ちょっとズレがあったからね。なんかクンクンみたいな。今のマジで緊張したわ行かないと思ったもんマジで。さあというところで本日初当たり3回目2回目のラッシュ行かせていただきますと、うん、ボタンは反応しない。いやでかいね。いやでかすぎる。ちょっとこれあるぞ赤田さん。ちょっと保険で保険で頼む、うん、保険屋さんだから保険屋俺保険保険屋さんだから気づいたら俺就職してた保険屋さんにお願いします。あじゃあ保険屋としてちょっともう保険まっとうしよう。これで決める。現在持ち玉7600発残り12500発いきます。いける。集中します。もうマジで集中。でちなみにあのエキドナのフルカスでやらせてもらってます。オーケー。3000発4回オーケー。3000発4回分かりやすい。分かりやすい本当に、うん、3000発 25% だよね振り分けの味。エキドナをレインボーにさせかせ。オーケー。オーシブル3000。オーシブル3000のブチュン。いいやつやつやつ。ということなんです。ナイス。よっしゃ完全に流れ来てるよ。完全に来てます。俺この25%も取り行くからマジで。ああよかったよかった。保険屋さんもお願いしますよ。もちろんもちろん。これで一応俺万発超えたのよとりあえず持ち玉がね。だから保険屋さんがあともう当ててらし入れちゃえばとか単発でもなんかワンチャン可能性すらある、まあそうだね、この勢いは。よっしゃというところでボタンを押させていただきます俺。さあ50%。いやまあ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 、うん、
外れてる場合もあるから。いやでもボタン押してポキューンよかったなあれ。不意なやついいねあれね。さあラスト頼む。さすがにね。さあ5000パターバー、オッケーオッケーオッケー。さあ本気の集中だぞ。こっからは大手みたいなもんだからね、このラッシュが続いてる限りは。よし絶対決める絶対決める絶対決める、マジで決める。あー99%。いやーいいね。いやもう一番綺麗な金色を見ましたよ。オッケー、マジでよっしゃいいぞ。いや来てる来てる。ってことで残り8000発頼む。残り8000。おいハンドル握れお前。アーメンするよりハンドル握れお前。アーメンするより。久しぶりに聞いたこれアーメンって。アーメンするよりハンドル握れお前。神に頼るな。すいません、アーメンだ。今日多分動画映ってねえぞ。そのアーメンの時が一番映ってるかもしれない。おい落とせよマジで、落とせよ。まだ最後まで分かんないからな。いやこの1回なんだよ、この1回当てるだけで本当に変わるんだよ流れが。4 3 2。いやーアーメン、アーメン赤澤のせいだこれ完全に。アーメン赤澤だこれ先輩。さあ7500発。あーいやー伸びないね伸びないね伸びない。まあ十分1万1800発あるから残り8000発ちょいなのよ。オッケーオッケーオッケー。いやいけるぞこれ、いこう、これマジでいけるよ。リゼロ2といったら赤澤じゃないの。待っててくれ、ちょっと待っててくれ。青スピのリゼロ2といったら赤澤でしょうよ。青スピのリゼロ2だったら俺だ多分担当は。さて、私3枚目いきたいと思います。保険屋さん頼むよ本当。保険料です。保険料高いなやっぱ。いやならなかったなこの人。どっちだ。いやならなかった。一応なりましたさっきバレ。一応ね、まあどうでしょう。ナイスでも早いね。うん、鳴らしていかないとやっぱ当たんないからね。さあ兆し兆し兆しの強欲が煽り。あいいよいい感じだね。不安な顔してんな、この男は。だったどっちなんだ。いやでもさっきのテンションと全然違う。今さっき顔曇ってたんだよな今は。そんなことはないよ、そんなことはないですよ。まあどうですかね。いやでもいい感じで先バレは本当鳴らしてるわ。さあ下陣に、あら強欲煽りは来てると。来てるね、うん、さあ右の上はチャンス。あゼロ系も来てるわ。いいね、絡むねなかなか。絡んでますね、うん。さあさあさあ、ギジさん行っての、さあ、ゴヨガオリは来ちゃっての、右上熱での、あさあチャンスか。ギジさんで出てきてるってことは結構熱いね、チャンスではある。テロ系。さあ、なってたか。なってはいるよ。あ、なってなってはいる。さあ、ゴヨガ行きます。なってはいる。なってはいるか。なってはいる。震えてたかどうかか。そう、震えてたかどうか。かさあ、ということで、これも 70% ぐらいあるよね。70% ぐらいですよ、これ。やばっ。なってはいるから。どっち。いいよ 75% なんでさ、普通当たるんだから。まあゼロ系も絡んでる、ね、まあ結構絡んでるよ、うんうん。あと保留とかね、なんか見たことない保留とか、まあ普通か。ロズワールね、悪くないよ。さあロズワールさん保留普通だな、ちょっと。あそうだね、うん、あどっちなんだろうマジで。何色、青、何色、緑。うーん、ブーンが来ないといけないってことだよね。そうだね、ブーン来てどうなんだろう。さあブーンなし、赤。さあ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 どうなんですかね。どっちなんでしょう。ボタンの最後チャンスアップとかない。保留変わらず、いろいろ絡んではいるけどボタンも普通ですね。あらがえ、さあどうなる。あちょっと、どっちも、驚いてるってことは、鳴ってなかったのに当たっちゃったパターンですよね。そうなんです。鳴ってはいたけどね。震えてなかった。マジ？ちょっと216回転目。いや、ナイスすぎるぞ、だとしたら。本日4回目の初当たり。349、やば。いや、素晴らしい。マジか。素晴らしい。だとしたらここで決めよう。現在持ち玉1万600発です。ほとんどか減ってない。うん、そうだね。よし、これで決めよう。入れちまえ 55%。 まだ3日間やって一撃最高満発ぐらいでしょ。そうね、満発超えぐらい、あの、日暮らしの、
さあチャンスアップ欲しいよ、ここ入れたいよ、集中しろ。さあ、うおー、いやー、ナイスすぎる。いや、これはね、皆さん本当にシマンクスさんありがとうございます、本当に本当にそう、撮影させていただき本当にありがとうございます、マジで本当に忙しい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 、ありがとう本当に。いや、これはもうね、シマンクスさんが決めろって言ってるようなもんだ。あ、そう、なるほど。お前らちょっと名古屋居すぎやでと、そろそろ東京からなあかんやろと。あ、そんな、そんな関西弁だったの、確かそんな感じだった気がする、そんな感じの雰囲気で。さあ、というところでこちらで本日4回目の初当たり、そして3回目のラッシュ突入でございます。おいおいおい、でこれで持ち玉が1万と、3800発、うん、でなおかつラッシュ継続ってことなんで、赤澤さん保険屋さん、あ、もちろん保険屋さん保険は一応かけてるんで今ちょっとお待ちください、お願いします。さあボタンを再生できます、 50% で。あ、やっぱここは難しいのね。いや全然いい全然いい、いやーやばい、もうごめん、あのリゼロ、青スピのリゼロ2の代名詞もらっちゃっていいですか。まだ負けます、ね、もうあの青スピの保険屋さんとしてもう今後は生きていただきて、俺保険屋さんなんだ。さあ、なあ、信濃せやなしと、うん、いいね、よし、これちょっとガチで決めに行くわ。いや、決めよう。あ、さあ、というところでちょっと本気の最後の整えします。整えさせてくれない、ごめんなさい、課長ちょ整えさせてくれない、ごめんなさいさあ、いい、全然いい全然いい全然いい、 OK 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 ってところで、これであとマジで4000発ぐらいだわ、残り4000発。いや、いけるぞこれ、いけるいける、保険屋さん、保険でかけるわ、保険でこう決めるわ、赤さんが今ラッシュ入れたらもうほぼ確になる。あ、そうだ、うん、さあ残り50回転、いける、落とせ、大丈夫、10% 入ってる10% 入ってる、いやー、まだあるよ、オッケー、ナイス、マジで3000、よし来た、マジで来たぞ、あるぞマジで、いやー、あぶねー、残り何回転よ、20回転ぐらい、残り20回転も切ってた多分、よっしゃ、マジであります、これ。さあ、というところでこれでおそらく1万7800発になるんで、この小可能性で決めるわ、もしくは俺が先まで鳴らしてラッシュで入れたら、それでも決まる、それでも決まる、よし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 、来たぞ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 、あるぞマジで、脱出できるぞ、3日目にして3日間かかった3日間かかったけど、まだわかんない、まだわかんない、油断したらね。さあ、というところでここ真ん中押してみます、 50%、 まあここはならないな、まあね。さあ、の今現状1万7600発あるんで、もう3000発取ればいける、落とせ、このオレバブルが落ちればもう決まるから、落とせ落とせ、 10% 落とせ、何でもいいから来い。さあ、 10% 入ってます、残り50回転、いやー、落とせ、 10% 入ってるよ、落とせ、なれ、なんかなれ、うーん、駅のらプルプル起こる、残り40回転、落とせ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 、大丈夫、さっきもこれが当ててるから、30入ってる、いけ、30%、素晴らしい、残り21回、さあ何発、 OK、 300発だね、まず昇格、決まった決まった、決まった、いやー、何、よっしゃー、マジでかい、マジで3000発取ったんで、持ち玉2万発いきましたってことは東京に帰れます、いやー素晴らしい、よっしゃ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 、いや終わらせたぞこの、終わらせた、やっぱり持ってたかこの男、こう3日間かかりました、2万発出すの、いい音楽流してくれんじゃん、感動のビリビンユー、ビリビンユー、いいですね。じゃあここからは思うがままに増やして、まあそうだね、3日間分の旅費とか全部回収するわ、オッケー、行こうもうここからはその時間だから、もうだいぶ気持ちなくなったマジでとんでもない、なんか重荷が外れて、いいね、いや嬉しいね、なんかこの2万発の価値がすごいあるね、いやめちゃめちゃあるよ、この2万発の価値は、ここ最近で一番嬉しいかもマジでもう諦めずにやって、まあそうだね、
さてところで一撃1万発もいきましたね。というところで持ち玉こちらが2万発オーバーです。いや素晴らしい。よしマジで狙いに行くからな。うわーどうなプル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 、もう止まらないよ。もう重に外れた俺は止まらないから。延泊分も稼いでおくかな。昇格ないね。全然いい全然いい。300発でも全然いい。もう全然いい。超えてるから。もうそうそう発生しちゃってるからね。保険屋はもう何やってたんだ俺。あれえ保留連ってこと。300発の保留連ってことこれ。まあ昇格もないから来週で6万発全然いい。保留連保留連かな。多分そうかもね。ですよね。だよね。あもったいなだとしたら、まあね、もったいない。薄いところ2回取っちゃったことでしょ。うん、うわ。え待って。もう時代予告。私の名前はただのエミリア。エリオール男神。3000これ。氷結の魔女。じゃない。レインボーだ。ブラボー。初めて見ました俺。シマンクスさん本当にありがとうございます。シマンクスさんだった。やっぱ忙しい今忙しい。いや素晴らしい。いやでかいぞこれ。さあ上乗せ欲しいよ。 そろそろ行きましょう。そういうこと。そういうこと。やばい。あのもう完全に、ね、乗っちゃってる。分かるでしょ。もう1個目2個目のラッシュと全然違うところ。違う。もう乗ってんだもん。やっぱ乗った時のこのラッシュやばいよマジで。リゼロはいやマジでやばい。全然4万5万パターンある。ある。いやいやいやこれは気持ちいいですね。ねえ感謝は。いや本当に諦めないでよかったマジで。本当にそれだけ。さあというところで行っちゃいましょう。いや多分本当に初日にさ遊びに来てくれた塩田さんとかもまさか今もいるとは思ってないよね。名古屋に絶対に思ってない。だしツイッターとか X 見てね、2万発出ないと帰れませんみたいな本気でやってるやつ、多分やってると思ってるやついないと思うんだよね。いないと思う。マジでいないと思う。シマンクスさんもあれ本当にやってたんですかって言ってたから。そう嘘だと思ってましたって。全然本当でやってましたね。いやだから当てよう。マジで2万発いこう。一撃まずは30発。落ちブル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 っと。ふざけ始めた。ふざけ始めたぞ。いやまあふざけていいよ。存分に楽しんでやってくれ。もうだって達成したんだから何やってもいいでしょ。もうね。いやでもいいね。いや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 すごいよ今日はちょっと。ならずしていくところすげえわ。ならずしてならずして中根ならならしてみせよう。リゼロ2。あリゼロ2。アオスピシュンタです。アオスピシュンタな、はい、令和のパチンコ大将軍。大将軍アオスピシュンタ。中根ならならしてなんだっけ。俺今なんつったっけ俺。さあというところで私一撃2万発問答無用のミッション達成というところで覚悟パチンコ達成です。これで問答無用で、で持ち玉も現状合わせで、3万発弱あります。いやマジだやべえ。このハンドルから手を離さないよ俺は今日。いいよ。逆に出しすぎて帰れない。そういうこと。出しすぎて帰れなくなっちゃう。若田さん大丈夫。大丈夫。今日も止まっていく準備大丈夫。切れないな。さあ150のところで昇格来い。300ちょっともったいないぞ。いや当たってればいいんだけど、うん、まあ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 1回休ませようと思ったら 30%。 うわ休ませてもくれない。1500発いいね。これ離したタイミングで当たっちゃうね。それ伸びる時だよね。伸びる時。うわ 3000% だ。えっ 3000% 掘る。初めて見た。初めて見た。えそんなあんの。やばプレミア。プレミアじゃない。やばあんな見たことない。マジかやばいんだけど。いや今日マジで帰れないかもしれない赤田さん。本当にごめんなさい。逆にごめんなさいのパターンのラッシュ。すごいよな。止まらなくてごめんなさい。コンプリートしてるよもうそしたら。いやすごいわ。さあ2万5000発オーバー激で。さあ持ち玉も現在3万と4000発を超えてます。ここからよ。油断すんな。
満身になるな。全然足りねえからな、まだまだ。いいね、俺の覚悟ってこんなもんじゃないから。なるほど。手離してください。したところで25,170発、上出来。ありがとうございます。上出来でございます。はい、持ち玉も3万4100発、約1発。素晴らしい、本当に。いや、午前中にクリアしました。今何時？今現状時刻が11時半です。よっしゃ、宣言通り。宣言通り。ちなみに初当たり確率見て、50分の1。はい、お疲れしゃー。お疲れしゃー。お疲れしゃー。すいません、すいません。最高だぜ。いや最高ですよ。いやー、よかった。お疲れ様でした。本当に嬉しい、マジで。本当に嬉しい。有言実行できたこと。いや、まあそうね、まずね、また午前中終わらせたこともそうだし、もう3日間やったこと、本当に、ね、よかった、マジで。こんなに感動すると思わなかった。思わなかったね、本当に。やっと帰れるわ。まずね、3日目、午前中にやっと帰れるということで、うん、まあ、飯でも食って帰りますか。そうですね、帰ろう。もう名古屋後にして。あ、ルイ・ヴィトンじゃねえの？ちょっとやっぱ買い物して帰りますか？3万発出たからさ。そんな買えるの、ルイ・ヴィトン3万発で。多分買えるでしょう。はい、入ってみます。行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、東京に戻ってきましたので、はい、本日の結果の方を発表しますか。よしましょう。はい、ということで、乗り口収支、うん、投資、8625玉、はい、回収34101玉、収支プラス25,476玉。ドン。おめし、おめし、おめし。というところで、はい、見事2万発出るまで耐えれません。急になんか朝思いついた企画なんだ。はい、3日間過ごしたのが起きてしまったんだけど、はいはいはい、なんとか出したってことで、はい、これが覚悟パチンコです。そうですね、まあ、覚悟ないことか。まあまあまあ、まあ、やっと3日目にいてちゃんと入ったっていう感じですかね。でもなんか本当にちゃんと帰らないといけない予定があったのは今日じゃない。まあそうだね。だから本当に覚悟を試されたのは実数今日だよ。はいはいはい。言い訳、これ言い訳かもしれない。まあでも覚悟パチンコやってみてどうだった？いやー、本当1日目、2日目は、はい、もう、ま、なんでやったんだろうと思ったんだけど、はいはいはい、まあ、今日、達成した時はマジでもう涙が出そうなので。いや、そうだよ。マジでよかった。マジでよかった。マジで嬉しかった、あの300発がさ、昇格して300になった瞬間。あー、もう最高だったね。いやー、素晴らしかった。いや、めっちゃおもろかったね。そうでしょ、ケンヤさんは今日何もできなかったけども、まあ、チーム戦なんで。まあ、初日、2日目はね、だいぶ。まあ、やれたのかな。まあまあ、でも、もう怖いわ、覚悟パチンコも。ちょっと、まあでも今回が2回目ということで、まあ3回目あるかないかっていうところですね。まあ、もし好評だったらね。まあ好評だったら、まあ、違う地域で、まあそうです、ちょっとやりたいと思うので。はい、いつ来るかは分かりませんけど、コメントください。はい、どうだったかどうか。はい、そうですね、うん、というところで、また次の動画も見てください。はい、で、チャンネル登録とグッドボタン、あと、ぜひ来店だったりとか、いろんなところ、ツイッター、更新してますので、ぜひツイッターの方もフォローお願いします。お願いします。TikTok もフォローお願いします。腕つれえ、はい、というところで、俺らの格闘、どんな問題？おー、はい。じゃあまた。ありがとうございました。